はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回は太平楽のサクチャレですね。でこちらはまあとにかく特攻キャラを入れて、まあ、ボーナスパーセンテージを伸ばして経験点を叩き出すと、まあ、いうのが目的にはなるんですけれども、まあ、自分のね手札だとどうしてもねデッキがいい感じに組めないんですよ。まあ、とりあえずイベントデッキから見ていきますか。で、なんかモテモテがついてんな。あ、そうそう、持ち込みアイテムは招き猫と、まあお守りになってるんですけども、モテモテがついてるんだったらな別のを持ってきてもよかったと思うんですけども、まあモテモテがつくかどうかなんてわかんないですからね。イベントデッキが、まあ、前回手に入れたせっちゃんと日野で、浦賀をお借りして、天城とマキシマムを入れてます。で、最後は特攻キャラじゃないんですけれども、この得意練習ですね、せっちゃんを入れてるってことは、彼女キャラなんで得意練習6種類にはできないんですよ。でそうすると得意練習5種類はもう絶対入れないとポイント伸びないんで、まあ、練習をどうしようかなと思った時に、まあ筋力キャラはもうマキシマムの PR を入れるしか選択肢がないんですよ。で PR キャラなんでレベルを上げてなくてですね5なんですよ。これどうしようかなとちょっと思ってるんですけど、まあ本当にね本気で狙っていくんだったら特攻キャラのレベルを上げていってもいいと思うんですけど、そこまでね上位狙えないと思うんですよね。だからちょっとマキシマムは、レベル5の PR になってます。で、一応ね天城くんを、PR プライチにして、まあ、27レベルなんですけども、一応ね浦賀とのコンボがあるんで、まあ得意練習メンタルの天城を入れました。でピッチャーキャラなんですけれども、まあ、一応メンタルなんで、まあ、何回かは、タッグ組めたりも、します。で、あと一応ですね27まで上げる と、ボーナスで試合経験点ボーナス 5% がつくので、まあ、野手でもそれなりにいいかなと、まあ、いう感じで、天城と、浦賀のコンボで、入れました。で才賀は別に特攻キャラでも何でもないんですけれども、まあ、とりあえず得意練習のために、入れてます。で今回肩キャラに、得意練習の特攻キャラがいないので、まあ、必然的に打撃になってくるんですけども、脆いとかもね俺持ってないんで、まあ、せめて PR とかでも持ってればいいんですけども、脆いも持ってないので、まあ、どうしてもねここは、特攻キャラじゃないキャラが一人入ってきちゃいます。であと何回か、まあ、やって思った感想が、基本的に今回って北雪キャラが、特攻キャラになってるじゃないですか。なんでね北雪デッキを組めれば多分強いですね。まあ、PR 以上の北雪キャラを組むことができれば、結構経験点は伸びるような感じがしてます。で自分は全然北雪デッキが組めないんで、まあ、こんな感じのデッキでやっているんですけれども、まあ、なかなか厳しいですね。というところでじゃあやっていきましょう。練習練習、まあ、まずは評価上げなんで才賀と日野ですね。ここでやる気が上がって、まあ、体力はちょっと削られると、せっちゃんがねちょっと早く出てきてくれればいいんですけれども、あとそう監督評価ね、マキシムもね基本的にあんまり評価上げなくていいんですよね。タッグ組んでも伸びないんで、で太平楽でやるときって監督派か反監督派で分かれるじゃないですか。で自分基本的に反監督派に行くんで、で反監督派に行くと11も上がるんだこれ。監督と練習した時に、まあ、追加で評価が上がんないんですね。なんでね監督評価もね狙える時にこのうちにね狙っておきたいんですよね。 あとね天城くんもメンタルに来てる時は評価上げたいんだけど、どうしようかな。せっちゃんモテモテだからな、大丈夫かな。まあいいや、もう一回評価上げとこう。10 すごいねモテモテのお守りって。あ追加が来なかった。そうそうそう、前イベと後イベだから全然考えてないんですけど、これどういう編成になってるんだ。どうしようかな、ここは見とこう。天城ってどっち前かな。そう、あとこのねコンボもねかなり早い段階で毎回来るんですけど、そんなもんなの。一応選択肢が3つあって、まあもらえるコツが違うんですけれども、一番上が守備職人で、真ん中がバントだったかな、で一番下がなんだっけ意外性だっけ。なんで
コツ的には、まあ、守備職人が欲しいんですけど、経験点的にはどうなんだろうね。まあでも先に守備職人のコツを潰しちゃいましょう。まあ2でもらえるんで、まあ、守備職は2で潰しちゃいます。で、メンタルにびっくりマークがついてるけど、どうしようかな。日野はね、コツを全部多分回収できないんですよね。結構重いコツがあるんで。でも悩むな。経験点が来たら来たで美味しいしな。まあスカウトもいるし、ちょっと狙っていきますか。まあ少しでも経験点を伸ばすためには、こういうところもちょっと。広角打法か。広角打法は、サイガも持ってるんで、潰しましょう、もう。で、せっちゃんがまだか。まあさすがにまだか。ちょっと忘れないうちに広角打法を、潰しておきますと。じゃあせっちゃんと練習しましょう。別にせっちゃんと練習するわけじゃないけどね。で、これでいくつ増える？ 11 か。もうこれ告白いけるんじゃないか。マキシマムね、どうしようかな。レベル上げた方が、まあそりゃ経験点はね、伸びるんですけどね。ちょっとね、上げる気になれないんですよね。ここはちょっと監督の評価を上げつつ、日野の評価を上げるか。そう、まだね、追加で監督評価が上がるんで、10月くらいにはやっぱりせっちゃんの評価を告白まで持っていきたいけど、どうだろう。いない。マキシマムとウラガか。ウラガもね、ちょっと初期評価が低いんで、意識して上げていかないと。おい。わあ、まあ不眠症がつかなかっただけいいかな。あー、 3% で、ただもう告白までいけるな。どうしようかな。まあ日野と監督、うーん、監督評価がね、ほんと厳しいとき厳しいんですよね。なんかね、試合に普通にね、選ばれなかったときとかありましたからね。あまりにも足りなすぎて。こいつは足に爆弾を抱えているのか。そう、これでね、体力が結構回復するのもね、いいんですよね。どうしようかな。日野はもういいから、でせっちゃんも足りてる。天城の評価も上げられるときに上げておきましょう。天城がメンタルに来てくれれば結構でかいんで。でこれも選択肢が3つ出るんだけど、どれがいいんだろうね。経験点的には真ん中なのかな。45入るんでね。 PR で45入るってことは、SR だともうちょっと入ったりするのかな。日野の 12% か。どうしよっかな。まああまり攻める場面でもないし、もうタッグ組める評価はあるんで。だから自前のね、やっぱり特攻キャラ3人は欲しいっすね。自分2人しか持ってないんで、そこが1個きついところだよな。やる気がちょっと減ってるんで、ウラガがね、やる気効果アップ持ってるんで、なるべくやる気は最高潮で保っておきたいんだけど、どうしようかな。ここはせっちゃんとマキシマムにしておくか。で、ここは基本的にはもう自分は反監督派に行ってますね。人少な。監督派に行くとデートした時にね、怒られる時があるんですよね。それがかなりきついんだよな。裏がどうしようかな。潰せるものなんかあるかな。チャンスとかマジ無理だしな。あ、守備職は潰しておこう。そうだそうだ、忘れるとこだ。帳尻合わせも切っちゃおうかな。もう取れる時に取ろう。ローボールヒッターって意外にね、高いんですよね。筋力をね、60いくつとか使ったりするんで、確か。どこだ？そうだよね。まあ、無理だなと。天城もいるし。モテモテなのに告白が来ないな。おい、こっちか。どうしようかな。まあ、これは。
経験点を取っておきましょう。体力削られるけど60くれますからね。もう喧嘩すんじゃないよ本当に。もうこれは寝るしかないな。寝よう。そう、寝た後にね、せっちゃんがほらこうやってね告白してくるんだよね。これもね結構回復するんで、告白イベントでちょっとここがもったいなかったかな。で、あとはサイガとせっちゃんか。まあなかなかいい感じかな。すんげえ評価が上がってくなこれマジで。お、イッツマジック金徳ですね。まあ続けていきましょう。裏側ね、本当にね体力を削ってこないっていうところがいいですよね。どっちがいいかな。こっちがいいな。そりゃいっぱいいるし、せっちゃんもいるし、ラブパが来ればなおよし。モテモテだよ俺、かっこよくない。全然追加イベントすらなかった。まあこれはやっていきましょう。精神30もくれんだ。サイガを引き抜いておくか。そうすると広角は取ったけど、パワヒはさすがに取れないから片目を潰しておこう。まあ、確かにチームメイト数がね多い方が最後にもらえる経験点も増えるんで。で今が12月の1週でしょ。12月の4週でめっちゃ回復するから、2週はこれちょっと精神にしておいて、で3週で練習して回復しよう。お、いいねいいね。特に美味しい感じの練習が全然来ないな。どうする。浦賀の評価を上げるか、監督の評価89か。結構厳しいね。やることないっちゃやることないけどな。寝るわけにもいかないからねここは。ま、怪我 3% でも怪我するときはするから、無難に監督評価を上げよう。そう、これでね上がらないんですよね。いいね、女の子の部屋に上がれるなんて。よし、これはやっぱりねあるとないとで全然違うからね。まあ別にタッグを組んでいけばいいでしょう。さあ、そしてここで大吉が出てくれればなおいい。どう、小吉か。せめて中吉が良かったな。まあ大凶じゃないだけマシか。てかサイガめっちゃ来るな。やっぱサイガだなこれは普通に。てか練習レベルが全然上がらないな。予算がないのかあれそういう理由だったっけ。なんか予算があるから練習レベル上げようっていう、そんな感じだった気がするんだけど、あんまりよ。ってかサイガめっちゃ来るな日野を引き抜いておきたいっていうのもな、あるっちゃあるけどな。どうしようかな。日野はもうでもね全体潰せないよね。あ、無理だな。おとなしく災害にしとくか。おとなしく災害にしとこう。でまたバレンタインで、あ、来た来た来た。これどうしようかな。なんか災害がめっちゃ来てるから打撃上げよう。バレンタインでまた回復ができるんで、まあ、それも考慮しつつ。確かにね、こんな外国人に話しかけられたら怖いよね。これどうしようかな。人間の顔じゃないよ。別に人間の顔はしてるよ。めっちゃ下がるな15も評価下がったんだけど。いや、これはさすがに無理だわ。でも4週で練習して1週で練習ができるからデートしよう。
セクちゃんはね回復キャラなんで2回練習できる回復量は全然いくんで、よしよしよし。いやー、やっぱセッちゃんはいいね。これは何なんだ。なんか多分選択肢によって上がるものが違うと思うんだけど。ああ、まだか。マキシマムを入れておくか。マキシマムはね、そう、あとね、プルヒッター持ちなんで、プルヒッターとかね、マジいらないんですよね。パワーヒャー取っとこう。しかも、プルヒッター取るとね、広角打法がね、外れちゃうんで、この2つがね、どうしても。で、しかもこれ多分1しかくんないんで。あ、やったやったやった。経験点くれた。で、監督派に行きましょう。まあ、ここでタワスポをくれるってことは足りてないね。24分の12か。サイガか。サイガは全部潰したっけな。っていうか、もったいないな。バレンタイン前。タワヒ広角固めと。せっちゃんは回復キャラなんで、バレンタインで経験点をくれないんですよね。でもまあ、いいでしょう。打撃練習。てかさ、打撃練習にした瞬間、サイが来なくなったな。いやー、これもちょっとね、もったいなかったね。体力が4上がって終わったし。あ、来た来た来た。よくやった。しかも、裏切り者もいるし。さあ、裏切ってきなさい。こっちのチームはいいぞ。よしよし、20ポイント。まあ、変なね、コツをくれるよりは。ポイントの方が全然いいんで。日野か。どうしようかね。日野にしておくか。さて、チャンスか。まあ、これでチャンスはでも完全に潰れたな。イッツマジックの2回目ですね。いやー、いいねいいね。で、ウラガとマキシマムだったら、マキシマムとかって19しかくんないからね、筋力。そりゃウラガでしょっていう。お、いいねいいね、これが続いてる。まあ打撃でいいかな。これは普通に出ましょう。まあ、体力はね回復するんですけど、下に選ぶと精神が減っちゃうんでね。あ、これね、これも何がいいんだろうね。まあ、別に多分失敗したからといって経験点が減るわけじゃないとは思うんですけど、まあ、かといってね、成功したからといって能力が増えるだけなんで、経験点が増えるわけじゃないんで、まあ、無難に嘘の名前を書いておきますか。矢部くんとかね、失敗しましたかね。矢部くんにやってみようって言ったら失敗したっていう。これはどっちがいいかな。ま、総理でいきますか。せっちゃんもいるし。せっちゃんと一緒に練習するとだいぶ軽減されるよな。これはもういいよ。何にも起きねえし。ここはね、絶対足んないよね。あ、そうそうそう、 SG 高校がまだ実装はされてないんですけど、なんかそのレンジャーとかあるじゃないですか、その得意なやつ、あれはもうなんか出てましたよね。得意練習じゃなくて、なんていうのあれ。得意役割みたいなやつ。あ、チャンスはもう取ろう。あとは初級は取っておくでしょ。まだせっちゃんのデートが全然進んでないな、今思うと。で、ミート D くらいはやっぱ欲しいんで、で、あとはパワーを C まで持っていけ、いけないか。E の D か。このワンチャンスをね、ものにしないといけないんで、代打は。まあ、たまに2回回ってきますけど。どういう状況？負けてるね。あ、ちょっと待って、全力ストレートだったか。よしよしよし、まあ、一発こんなの打てるか。もう一回しくじったとしても全然大丈夫だし、居抜きいなくなってるし。おお、スライダーか。
てか SG のミッションとかどうなるんでしょうね。コントローラーでやるのかな。やっぱりもう役割があるってことは、まあ、実装は多分確実だと思うんですけど、どうしようこれ。こういう時マジ何もやることがないんだけど、経験点的にはどうなんだろうな。監督評価今から上げてもね、もう120いくからね。スカウト評価、どうしよう、まあ、守備練でやってくる。いや今のターンは全くやることなかったな。まあ、これが発動したからちょっとはいいけど、こいつは本当頭悪いからな。あ、これこれこれ、どうしよう、アルマロウソクにしよう。やる気上がりそう、やる気が上がった、やっぱり。で走塁と、まあね、ダブルタックとかこれ組めないんで、まあ、タックが来たらどんどんやっていきましょうって言っても筋力は微妙だけどね。まあ一応叱るか。電光石火はね別にいらないんだけど、コツが、あ、ここにコツが来てるのはでかいな。てか、セクちゃんのデートが全然進んでないな。お、いいねいいね。で、これでまたさらにもらえると。またコツが、あ、メンタルにコツが来てるけど、マキシマムか。甘木が溜まってないんだな。まあ別に、デート完走させなきゃいけなかったっけな。どれだけ経験点入ったっけ。体当たりとかマジいらんわ。これはとんかつにしとこう。筋力30か、なかなか美味しいな。これは別にスライディングでいいでしょう。うん、まあ経験点もねかなりもらえるんで。で、裏がと、なんか裏切り者、裏がだな。あと裏が潰してないのはチャンス潰した。で、あと何持ってたっけ。あとどれだ。あ、ローボールヒッターか。ローボールヒッター取っとこう。あとは守備職潰した。で、帳尻合わせも潰した。あ、これって大丈夫だよね。確認しないけど大丈夫なはず。よし、浦賀ちゃん経験点を送れ。いいねいいね。で、ここでさらにスカウト。いいねいいね。まあ、別にスカウト評価は上がんなくてもポイントをくれればそれでよし。これで1球入魂もらって、まあ、ここはセッチャウントで押しておきますか。まあ、マキシマムとか全然もらえないしね。まあ、普通にデートですね、ここは。これで今2回目だよね多分。うん、2回目だ。体力が減ってったらもうどん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 デートしていきましょう。おい、これね、サボり癖さえつかなければ、うん、まあいいまあいいまあいい、よしとしよう。まあ、裏だとちょっと練習するのは避けたいけど避けたいけど、まあ裏切り者もいるんでちょっと1回やって、せっちゃんとのデートでやる気が上がってくれればいいんだけど、そこまではちょっとわからんな。うん、このポイントもねやっぱりバカにできないんで、こういうところだよな。で、マキシモムは別にどうでもいいから、どうしようかな。せっちゃんとのデートを進めるか。やる気が上がってくれればいいんだけど、これですね、別にもう最後にさ、コツもらえなくてもいいんだけど、まあ平何にしておくか。やる気、よし、上がった、2位上がった、でかいでかいでかい。全然知らなかった。やる気2位上がるんだ。大体やる気って結構マックスになってることが多いじゃないですか。お、いいね、才華が来た。あ、レベル5だと結構もらえるね、ポイント。あ、これね、初めの方に来てくれればね嬉しいんだけどね。あとメンタルに裏切り者がいるから、
キメンタルをやって、まあ少しでも引き抜いておこう。怪我しにくさとかマジいらね。あとどうしようかな。まあ、イラガかヒノかって言われたら、ヒノって得意練習率アップ持ってたっけ。あ、これね、これはもう普通に回復しておこう。一回だけね、センス丸もらったことあるんですよね。これってか、せっちゃん乾燥できっかこれ今の状態で。で、裏側、まあ、ポイントくれるからこのままでいいでしょ。これまたポイントもらって、おここでさらに回復して、っていうかマジでせっちゃんとデートをする暇がないな。あと2回だよね。で、次のデートは、あー、サイバーがいるな、どうしようかな。40、いや、もう絶対こっちだ。もう40いくつっていう段階で絶対こっちの方が得だな。次は精神60くれるんで、次のデートは絶対やっておきたいな。ここで守備やって、で、次デートしよう。で、あとは試合が終わってデートして、それで終わりかな。よっぽど美味しいのが来ない限りは、あ、むしろ全然美味しいのがないからデートして、おいこれどうしようかな。喫茶店はね、結構回復量が多いんだけど、そうするとまたねデートに行く暇がないっていう。あ、ようやく感想か。まあ、そういや、ファーストで来てるからね、あんまり魔術師とかいらないんだよね。メンタルか走塁かって言ったら、まあこっちで体力減らして、そう、ここでね結構もらえるんですよね、人が多いと。コツ、あ、日野のコツはちょっとな。うわ、マキシマムもいいや。デートしよう。精神60はちょっともらっておきたい。 OKOKOK。これも1本で1本、一択っすよ一択で、あと2回練習して甲子園に行けたら、行けたらっていうか、行けないともう困るんだけど、てか上げてなかったな、俺何番だった。あ、3番か。危ない危ない、下位打線になると思った。てかこの能力で3番ってどういうことだミートは欲しい。パワーやっぱ C は欲しいよな。で、そうするとミート上げてこう。ミート B とかいけんじゃん。 OKOKOK。 総力すげえなどこまで上げられる。 C もいけんな。まあこんなもんでいいでしょう。さて、あとはどれだけ打てるか。もちろん負けないっていうのはね、絶対条件だけどね。よし、まず1本目でしょ。1試合2本は欲しいよな、最低でも。あ、しまった、危ない危ない危ない、当たってたらちょっとボンダになったな。あ、もうこの試合はいいや。っていうかさ、コールドンなんじゃね、ならないか。うん、 OKOKOK。いやー、3番だと4回目は無難に回ってくるね。あー、上を叩いちゃったか。で、経験点 5% あるからちょっとだけ高めだな。こういうところでも生きてくるな。で、これは何がいいんだ、真ん中でいいのかな。多分これ結構くれるんだよね。で、走塁か打撃かって言ったら、それは打撃か。4、56、あ、もうこっちだな。で、もう一回練習して、あ、いいねいいね、こういうところでね、体力をね、削ってくれるのはね、嬉しいね。どうしよう。失
敗する恐れがあるからね、デートは。なんて言ったって最終週に持ってくると失敗しだすからね。まあいいや。ここであれ何あげてたっけ、総理あげてたっけ。あ、そうかそうかそうか、才賀を引き抜いてるから相手は一般キャラだったね。本当いいでしょ、これでだいぶ打ちやすいでしょう。あとなんかある取るやつ、ね、一級入魂とかはデートが終わんないといけないから一応魔術師取っておくか。守備力19の魔術師ってさ、どうなの。果たしてそいつは魔術師と呼べるのだろうかっていう。お待たせいたしました、ワンアウトランナー一塁という場面、柳原これや、あれ初球を打ちました、今のダメ。とりあえずヒットにはなったけどさ、太平楽この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッター、スライダーに合わせられなかったな。噛みました、ちょっと1球目から手出しすぎだな。ノーアウトランナー一塁という場面で矢部君が出てるからね。第2球、あ、これも見送ってボールでしょ。カウンター2ボール。第3球を投げました。あ、これちょっとVスライダーは見送ろう。第4球はこれだ。来たー、行ったー。もう一回ここでちょっとホームランを打っておきたい。の攻撃になります。トップバッターは柳原。今日はツーランホームランを打っています。投げました。あ、このVスライダーもちょっと。いいね、投球はこれから3球目、これはストレートストライク、ギリ入ってきたか。次が4球目、投げました、入った、強烈、いった、よしよしよし、 OKOKOK、 太平楽優勝決めました。これでいくつ入る、58か、まあいいね、ちょっとだけ増えてるね、やっぱり。まあ当たり前なんだけどさ、 5% アップって言って増えてなかったらどういうことよって感じるけど、デートしよう。さあ最後のデート、お、いいねいいね。ここでね、どこ行こっかとか言ってくるとマジかよってなるんだけど、せっちゃんの水着見たかったな。これもね、結構経験点入るんで、てかめっちゃ手に入ったな、80手に入ったよね。いやー、よかったよかった、最後デートしといてよかったな、危なかった。マキシマムはいいや、これは裏側でしょ、だってさ25しかくんないんだよ。普通にさタックだけどさ変わんねえじゃん。だったら裏側で経験点をもらっておこう。そもそも今経験点どんくらいなんだ、まあ、悪くはないと思うんだけどね今のところ。あとはパワー B にね持ってきたいんだけどね、走力上げたら無理か。基本的にホームラン打ちたいから走力とかあんまり上げる必要ないんだよね。ちょっと魔術師だからさすがに守備力上げるか、いいにしよう。ファーストとはいえ、まあ、セカンドとか投げたりするんで、いいにはしておきますか。全く無駄だけどさ、別にこいつ使うわけじゃないんで。ファーストが魔術師持ってるとか。お待たせいたしました、バッターは柳原。第9さあ、マチェットの方が良かったな。打ちました、痛烈、まあ、どっちも結構速球派だけど。太平楽リードで迎える3回です。これはワンアウトランナー1塁という場面で柳原、第2球投げた、あれこれもなんか行かなかったな、まあ、これは点にはなかった、よしよしよし、いいねいいねいいね。太平楽この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッター炎上するからね。うわー、スプリットか、やばい、あと1本したい、ホームランをあと1本したい。これはスプリット、そう、こいつはねスプリットが嫌なんだよね。ほい、きた、よーし、いいね。っていうかさ、ヒット2本しか打たれてなかったよね。あまり降板してるけど、おー、いいね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 。だとな、次なんだよね。誰、あ、サイガだ、よし、うんうん、なかなかの経験点だ。どこ、激闘第一か、激闘第一多いな。
ツリアがね意外に打ちにくいっていう。あ、ミートエースにしようかな。まあ、基本的にミートがでかければパワー C でも全然ね持っていけるからね、ホームランは。あとは、あ、そう、1球入魂。あ、1球入魂取れねえ。ミートを上げたからか。1球入魂取ろう。もう1球目から俺手出してくから。手が早いからね、俺は。何にしても。何言ってるんだって感じだけど。やっぱね、手は早くないと。チャンスを逃さず、チャンスも20万だし、1球入魂で手が早いっていう。完璧じゃないか。先制のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面。これはおーボールだよね。ネクストバッターサークルに控えているのはサイン。投げた。これスプリットだよな。振れば行ったかな今の。第3球は打ちました。セカンドライナー。ちょっと迷った。タイヘイラリードで迎える3回。スプリットとねストレートがねうまいキャルなんだよね。判別がきづらい。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁の場面で柳原、今日2打点を挙げています。投げた。よし、いったか。OKOKOK。 ギリだったな。タイヘイラ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番柳原、今日5打点を挙げています。4-4-3。第2球。おお、取ったかと思ったらギリギリ。すっげえ際どいとこ投げてくんな。これはボールでしょ。カウント3ボールのストライクです。ちょっと見よう。低めに攻めてくる。コントロール G のくせに。あれ、これ入るフォアボールか。まあいいや別に。あまりさ、毎回降板してるね。ピッチング的には悪くないと思うんだけどね、点取られてないから。おお、94入るんだ。これだとな、小吉っていうのがな、やっぱり悔やまれるね。そうするといいね、裏がいると。これかなり経験点入るね。あとはどっちだ、お前か。こいつの方が打ちにくいからな、虹谷は本当に。まあサクッといって、アーサーとかだったらな、よかったのにな。パワー B に持ってくか。ちょっとあれのバランスは悪いけど、まあ打つ専門で。あとなんかいいのある？粘り打ちとかいいんじゃない？内野安打取っとこうかな。粘り打ちも取ろう。ひっすらはいいや。ムード丸、ちょっとチームが勝つだけにムード丸を取ろう。で、高速チャージとかマジどうでもいいし、うん、こんなもんかな。さあ最後、虹谷を打ち崩せればかなりいい感じなんだけど。お待たせいたしました。1球入魂で頂点へ。いきなり2点入れられてるし。タイヘイラ、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー2塁という。ほら、よし来た。タイヤバ同点だ。いった。取り戻したぜ。おい。あ、満塁だ。同点のチャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面で柳原、これはシュートか。第2球、投げた。見送ってストライク。第3球を投げました。あ、これは、あ、入ってくるか。次が4球目、投げました。しまった。手出しちったよ。もう本当に西谷のね、この7位の、あれ、早っ。もう降板したの。4対4ってそれもまた珍しいな。投げました。もうカウントは2ボールノーストライクです。こいつもさ、4-4-4ってすごいよな。うわー、この全力ストレートか。第4球を投げました。打ちました。ヒットじゃなくてホームランが1本しか出ない。これ入ってくる。打っては来ないか。今日2打点を挙げています。第2球、よーし、まあ、最低限のことはできたな。うん、まあ勝ったし、いいや。でも今回結構経験点いいと思うんだけど、どうだろう。最後かな、もう一本だけヒットが出てればもうちょっと経験点伸びたんだけど。
あとこれか、ここで何位になってるかだな。2位か、まあいいや。さてこれでせっちゃんもポイントくれて、まあ、別に対エースとかいらないからね。これがさ、経験点が上乗せされるっていうんだったらまあいいけどさ、いやまあ実際普通の選手を作るときは対エースくれるのは超嬉しいんだけど今はどっちでもいいやっていう。いくつ ?5600 か。まあいったな、これ結構いったな。そうするとな、大吉とかな出てくれたらかなり良かったんだけど、てかさ、能力的にも結構良くないこれ電光石火とかさ、428も必要なんだとんでもねえなこれ、まあ、確かにね、電光石火ね、結構いい特殊能力ではあるんですよね。その出てるだけで確か投手のスタミナの消費量が増えるんですよね。うん、まあ、魔術師とかいらねえからな。まあ、一応ちょっと上げられるだけ上げる。総力 A になるねこれで、まあ、せっかく走塁持ってるからこれも A にしようで、技術がやたら余ってんな。アベレージヒッターを素で取ろうで、あとどうしようかなどうしようかなって悩むほどでもないんだけどさ、サヨナラとこうで、あとは対エースもせっかくだから取るか。イブシギン取ろう。イブシギンとか結構珍しいな、取るの。あんまり取らないんだけどね。マンゴーとか取って、タイヤあたりとか、まあ、いらないっちゃいらないけど取っとくか。経験点をなかなか無駄にしないような感じで。あとは、これやって、あ、無理か。まあいいや、これやって、うん、これいいや。一応 S2 の110か。評価的には悪くないけどね。評価的には悪くないけど、金徳がね、いかんせん1級入魂と魔術師だからね。魔術師いらんし、本当に。さて、これでどこまで行く？登録、どうしようかな。あんましなくていいや。これで5600。多分5600自体は最高だと思うんだよね。で、5種ボーナスで95%つくでしょ。特攻キャラだな、もう一人入ってればね。現在のハイスコアが1万2000だから、あー、いったいったいった。13,807、641。あ、結構悪くないね。あ、いいんじゃないむしろまあこれはちょっといいでしょ。まあパーチャルに行きますかって言われたら別にいいや。641、このままいければかなりいいんだけど、まあ、このままいけるかっていうところがね、またあるからね。そしてこれ以上点数伸びないだろうな。ちょっと報酬だけ見ましょう。600だからここか。SR の小筆と SR ガチャチケットがもらえるのか。あ、なかなかいいね。そうか、まあ大吉とか出てね、まあ全てがうまくいくっていうことはもうほぼないんであれですけど、まあ全てがうまくいけば14,000とかはいくのかな。そうすると、まあ、ただ自分のデッキだとね、これが限界だと思うんで、まあ今回なかなかうまくはいきましたけれども、また次もうまくいくかって言われると多分そういうことはないと思うん で、あと一応自分で組めるなりの北雪デッキでもう一回やってみようかなと思ってますので、多分もう一回、太平楽の作者では、やっていこうと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。